て声を聞いてドキドキします。これは恋ですか？心不全です。病院に行きましょう。はい、松井ちゃんが今日もお悩みをズバッと解決いたしました。これで松井がチョキで勝ったら松井さん一生奴隷で、松井が負けたら松井が一生奴隷リスナーさんので、愛子だったら俺たちは対等な関係でいこう。うん。松井チョキやから、これで角巻きじゃんけんでパーが出たらみんなが奴隷で、グーが出たら松井が奴隷、チョキが出たら今まで通り対等な。いくよ。いきます。ないから祭りの口でええか。祭りの口で汲んできて口で飲ませてええか。うん、それでいいなら。いいよ、気持ち的やろ。何喜んでる。レビューにちゃんと書きましょう。書くわ。宣言する。祭りは祭りすの奴隷になりました。負けたので、祭りは負けたので祭りすの奴隷です。くそー、くしょー。おい奴隷よ、これでご飯でも食べ。ありがとうございます、ご主人様。ありがとうございます。ありがとう。なんかあれだよ、あのツイートしていいからな。夏色祭り、ああ、俺の奴隷っつって。ソラ先輩の前で奴隷の話しと。そうだよね、ダメですよね、今首フリフリされた。どうしよう。マグマ死ねってこと。あ、ご飯だ、ありがとうございます。どうしよう、祭り上げれるものがない。何にも、なんて優しいんだ。これをあげる。あ、ソラ先輩のように綺麗なお花です。うわー、かわいい。わ、かわいい。マグマ、はい、いっぱいあるよ。え、マグマいっぱいあるの？無限マグマ生産工場へようこそ。マグマ採取場。え、すごーい。え、すごーい。これ無限なの？なんで無限なの？え、どうして無限にできるの？どういう理屈？すごーい。すごくない？この角？これでできるの？無限はすごすぎます。よく使ってる感じしたから。ありがとうございます。すごいな。へえ、マグマって無限で手に入るんだ。なにこれ、鍾乳石、おっぱいみたい。